皆さん、こんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回の囲碁旅は本因坊秀哉の隣住の地である熱海温泉の鱗屋旅館跡を訪れてみました。囲碁の家元本因坊家の最後の当主21世本因坊秀哉は昭和15年1月18日に65歳の波乱の生涯を閉じています。昭和13年に北見実を相手に引退後を終えた秀哉は当時千代夫人を伴い熱海温泉の鱗屋旅館に滞在。1月16日には作家の川端康成が訪れ、午後から夕方まで将棋に興じるほど元気だったそうです。しかし翌日に持病の心臓衰弱症が悪化し危篤状態となり、駆けつけた門下の村島五段、高橋、小杉亮四段、京都の吉田五段らが看病する中、今度ばかりはやられたよとニコリと笑い、翌18日午前6時55分静かに眠るように亡くなったといいます。本因坊秀哉の隣住の地である鱗屋旅館があった場所についていろいろ調べたところ、温泉街に点在する熱海七湯と呼ばれる源泉の一つ、小沢の湯が、かつて、鱗屋旅館の敷地内にあり、専用の源泉として使われていたことが分かりました。小沢の湯は、もともと、沢口弥左衛門、藤井文次郎、米倉三左衛門の庭の湯で、平左衛門の湯と称されていましたが、その地名から、地元の人々は、小沢の湯と呼んでいたそうです。現在は温泉施設としては使われていませんが、吹き出す蒸気で温泉卵を作って食べることができ、熱海のちょっとした名所となっています。なお鱗屋旅館は昭和19年に発生した大火で焼失し、戦後に鱗屋ホテルとして別の場所で営業を再開していますが、すでに廃業しています。現在小沢の湯からは高い建物が立ち並び、海を望むことができませんが、秀哉の死を伝える当時の新聞記事には、隣住の様子を、鱗屋旅館の部屋の窓から見える夜明けの海のように静かだった、と伝えています。